ドラゴンクエスト4、導かれし者たち、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはゲシュタルト、いつも動画を見てくださってる皆さんもゲシュタルティー。よろしくお願いします。ではさあ、こっちだね。世界樹の花を手に入れた。これでいいんだね。これを墓標に添えてあげればいいんだったよね。ムザリヒル行くぞ。墓標あったっけ、ロザリーヒルに。いるのかな、あのエルフの女の子は。の墓があるのか、あ、これか。本当にロザリー死んじゃったのか。そういう描写は全くなかったよね。連れ去られたっていうところで終わったはずだったような気したが。おー、すげえ。瀕死状態だったら歯でもなんとかなるけど、本当にもう死んでしまうと花にしないとダメってことなのかな。それは世界樹の花。ではあなたたちが、そう、御霊を呼び戻し、たまい。申し上げ候。申し上げ候とはしてないんだけど。なんか言いたくなった。人間の手で再びこの世に生を与えられると思ってもいませんでした。心正しき人間もいる。いけない。ここで喜んでいる場合ではありませんでした。ピサロ様の野望を止めなければ。けど世界中の花を手にできたあなたたちならもしかしたら野望を止めることができるかもしれません。もうピサロの野望は止めたでしょ。時間がありません。さあ、お急ぎください。はい。ロザリーが仲間に加わった。ピサロどこにいるんだよ。ピサロどこにいんの？あ、眠ってるあそこに行くのか？そういうことかな。ちょっと行ってみるか、じゃあ。カットになるのかな？ええー。なんで知って、まあ。どうしたドランどうした。ドランは大急ぎでどっか行ってしまった。それが天空のしきたりなのでしょう。おう、そうか。いいのかな、ここなの。あ、ちげえ、ここじゃねえ。希望の祠か。これ行くのめちゃめちゃ時間かかるけど。行くんすか？マジで？だから本当にこれで合ってんのかな？これで違ってたなんて言い出したらマジで泣くよ？トヘロス。トラマナ。ルートも、ちょっと覚えてないぞ。勘で行こう。関東、自分の記憶力を頼りに、行こう。確かなんか複雑だったよなぁ、確か。なんかいろいろやんなきゃいけないんじゃなかったっけ。一発で飛べりゃいいのになぁ。もし、あそこじゃないとか言われたらマジで泣くな、でも。ほんと泣きそう。嘆きそう。思い出せ。違う、そういうルートじゃなかった。降りるとかそういうことはしなかった。まず、自分が知ってるエリアに行かないと。そうだ、これだ。これが下に下がるのか。下に下がる、こっちに行く。そう。こうだ。で、トヘロス。で、このたくさん銅像が並んでるとこ。で、ここだ。そうだ。そうだね。これだね。これを、上から来て、
上から来て、あの反対側に行くんだったっけ。違うな、違うな。こうなって、これでルートが、これで構築されてるんだ。そうだそうだ。構築されました。で、上の天井らしきところを通って、反対側に向かうんだ。そうだそうだ。意外と覚えてるな。で、こっからがどうだったかな。問題はこっからだ。大して記憶がないぞ。外出ます。一本道だね。一本道ですね。敵めんどくさい。絶対エンカウントしない。トヘロス。がっつり使って。オッケー出た。よし。割と早く取れ。あ！ちょっと待って。プレイステーションの、ディスク開閉のところが勝手に開いた。多分今読み込んでるからちょっと待って。あ、オッケー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 。お、いた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 。多分これで合ってる。オッケー、正解、よかった。何者だ、お前たちは。うごー、私には何もわからぬ、思い出せぬ。一回倒したっていうことはもうなんかなくなってるんだな。そこら辺の話はどうやらなくなってるらしい。私です、ロザリーです。思い出してください、ピサロ様。私たちが出会ったあの日のことを。どう出会ったんだ？これが慣れ初めですね。逃げ道がなくなって隠れたんだ。あ、人間から隠れてたんだ。やばい、見つかりそう。お前さえ踏んづかまえれば俺様もルビーの涙で大金持ちになれるんだ。なんだ、誰かいるのか。うわぁ、メラゾーマだ、多分。危ないところだったな。そうだ、欲深い人間のエルフ狩りが目に余ったのだな。ひどい。私はお前を助けたのだぞ。それをひどいというのか。何も殺さなくても、人間だって私たちと同じ生きとし生けるものなのに。わはは。エルフとは妙な生き物だな。面白い。気に入ったぞ。エルフの娘、名は何というのか。名前？私たち森に暮らす者に名前などありません。そういうものか。しかしエルフの娘では呼ぶにも面倒だ。よし、ならばお前は今日からロザリーと名乗ると。私が地上で世話になっている村から取った名だ。気に入らないか？いえ、ただ今までに人に名前で呼ばれたことがないので。ロザリー、いつかお前をその村に招待しよう。それまで人間どもに捕まらぬよう気をつけるのだぞ。ピサロ様。ロザリー。ルビーの涙がデスピサロの進化の秘宝を打ち消していく。かっこいい。おーすげえ。どう進化したらそうなるんだろうな。突っ込んじゃいけないとこですね。言っちゃいけないところが。元の姿に戻った。ハンターハンターだな。完全にハンターハンターとリンクしたわ、今。ゴンが復活したよね。いえ、ソロさんたちが世界中の花で私に再び生命を与えてくださったのです。そして信じがたいのですが、私をさらったのは魔族に操られた人々かと。人間たちは面白くはないが、お前たちに礼を言わねばならぬようだ。お前たちはロザリーとこの私の命の恩人、素直に感謝しよう。人間こそ真の敵と長年思い込んでいたが、私は間違っていたのか。この心が定まるまで私は村に戻り、ロザリーと暮らすことにしよう。しかし一つだけやることが残っている。エビルプリーストを何とかしないといけないってことだよね。ピサロが仲間に加わった。そう、ここまで頑張りたいなと思ってたんだ。よかったよかった。なんとかなりましたね。
この椅子座ってみたい。けどちょっと無理らしいな。魔族の王、こいつがね、強えんだ。あ、もうそんな覚えてんだ。すげえな。ピサロがめちゃめちゃ強くてね。アリーナ、ソロ、ピサロ。ピサロでまず、ピサロの、登場で、まず、ブライの存在感が全くなくなる。まずなくなる。バイキルト覚えるから。で、この能力差な。ただ、アリーナの方が素早さはきっと早いから。てか、ピサロに全部種使ってもいいんじゃないかくらいだよ。で、ソロが、割とマルチに戦えてたのが、まあ、ピサロもそれができるようになって、さらに厚みが増すと。で、あとスクールとか、問題はスクールとかな、ピサロがどうだったか、ちょっとそこまで覚えてない。ただ、ピサロアリーナあたりは、まず入れるだろうな。で、魔法を使いたきゃ、マーニャを入れて、通常攻撃戦闘だったら、クリフト入れてみたいな感じなのかな。だから、トルネコとか、ライアンとか、ブライの存在感が全くなくなってしまうんだよね、ピサロが入ってくるせいで。まあ、ギリギリトルネコは、敵から物をもらえる、あれがあるから、性質があるから使えるか。ミネはフバーハがある。まあ、ピサロがフバーハ覚えちゃったらもう必要ない。ね。全くね。スクルト覚えちゃったらクリフトも全く不要な人間になってしまうと。そんな感じなんだよね。だから最終メンバーは大体固定になっちゃうんだよね。さ、さささささ、さささささ。やるべきことはやったからこれで終了なんだよね。で、あとは残ってるのが、まあ、小さなメダルは動画にする必要はないでしょう。あと残ってんのが、移民の町を作ってカジノにするとこか。まあ、それもカジノできてからだよね。で、あとは、真のラスボスか。裏ボスですね。裏ボスを倒して終了になるのかな。じゃあ、こっからは作業になるんで、これで。このパートは終了したいと思います。次回どうなるのかな？ちょっと見通しが立ちませんが、今回はここまでにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。